この機関車は何なんだぜ？これはかつて沖縄県に存在していた鉄道沖縄県営鉄道だよ。ええ、沖縄にも鉄道があったんだな。しかし人の大きさと比較すると列車が小さくないか？鉄道とは言いつつも、軽便鉄道という企画だからな。軽便鉄道？電車の線路幅、レールとレールの間隔は JR や私鉄では 1067mm だったり、1435mm となっているんだ。しかし、軽便鉄道は線路幅が 1067mm 未満であるので、列車も小型になってしまうんだ。線路幅で鉄道と軽便鉄道に分けられるってことか。法的には軽便鉄道法に則って作られたものが軽便鉄道となるが、レールの間隔で軽便鉄道に分類する方が一般的みたいだな。ちなみに軽便鉄道法は1919年に廃止されているぞ。沖縄唯一の鉄道だったのになんでなくなっちゃったんだ？簡単に言えば、戦争で全て破壊されたからだよ。ああ。沖縄の軽便鉄道は1914年に与那原線が開業、1922年には嘉手納線が開業、1923年に糸満線が開業したんだ。全部で22駅があり、県民の足として活躍していたんだ。軽便鉄道だけど、県民からは軽便って愛称で呼ばれたよ。まあ、軽便の方がなんか可愛いもんな。軽便ってなんか軽いうんこみたいだし。1944年頃になってくると、市民に親しまれた鉄道は軍用鉄道に姿を変えてしまうんだ。終戦の前年だな。沖縄の地上戦は1945年4月からだけど、それ以前から戦争一色だったんだな。開始2分でやっと本題に入れるんだけど、1944年12月11日に鉄道事故が起こっているんだよ。人身事故でもしたのか？いや、列車が爆発したんだ。わからないよ。今回は事故現場付近へ行ってみようぞ。今回は沖縄県南城市大里稲峰へ行ってみるぞ。かつての線路跡が道路になっているのだ。ここには何線が走っていたんだ？ここには糸満線が走っていたぞ。事故は県駅稲峰駅間で発生したんだ。事故現場はこの辺りみたいだ。ここはかつて稲峰駅があった場所の円形だ。今は畑が広がっているぞ。ここから事故現場は近いのぜ。道中があるわけでもなく、正確な場所がわからないのであれをやるぞ。あれって、車載だ。久々だな。とりあえず、線路は東京駅方面へ走るよ。調べた限りだと、次の右カーブあたりで列車が爆発したようだ。この辺なんだな。当時、列車の中には南部へ移動している第24師団の日本兵と幾人かの女学生が乗っていたんだ。1944年12月に第9師団が台湾へ移住して、中部に配置されていた第24師団が南部へ配置転換されたんだったな。よく覚えていたな。他の動画でも聞きまくっているからな。それはいいとして、列車には兵隊と女学生以外に弾薬とガソリンの入ったドラム缶が積まれていたんだ。そして、ガソリンが積まれていたのが1両目だったんだ。ガソリンは怖いな。でも貨物車なら屋根とかあるだろ？その時は無害車、屋根のない貨車に積まれていたんだよ。でも、火の気がなければ大丈夫なんだぜ。残念ながら蒸気機関車だったから火の気がありまくりだったんだ。機関室から出た火の粉が1両目のガソリンに引火、そして弾薬も誘爆した。また、日本軍は線路沿いに弾薬を望みしていて、それにも引火してしまった。爆音は那覇を含め南部地域全体に聞こえたそうだよ。そんなん、みんな助からないんだぜ。約220人は亡くなったが、女学生2人と乗務員1人が助かったそうだぞ。生存者3人。爆発後も一昼夜弾薬に引火し続けて、住民は豪雨に避難していたそうだ。周辺のガジュマルには、飛び散った肉片や積載していた医療用のガーゼなどがへばりついていたそう。ここでそんなことが起こったのか。日本軍としては無害者にガソリンや弾薬を積載することを禁止していたそうだから、参謀長の張勇中将はブチ切れたようだな。第32軍は県民の信頼の低下を恐れ、この事件は観光令を敷いて秘密裏に処理したみたいだ。そんだけ爆音とどろいてたら観光令なんて無理な気もするが。その時の県営鉄道が軍人に指示されてガソリンを無害車に乗せたのか、禁止なのを無視して運んだのかわからないけど、起こるべくして起こった事故だったんだな。といったところで終点に着いたな。想像していたよりも悲惨な事故だったんだぜ。大規模な鉄道事故をいくつか挙げてみたぞ。死者だけ見ると沖縄軽便鉄道の事故はトップクラスの死者数なんだぜ。死亡率 95% 以上だからな。沖縄県に鉄道があったこと、こういう事故が起こったことはおぼろげにも覚えておいてほしいぞ。
使いまさらだけど、タイトルがゆっくり戦績。だけど、これは戦績になるのか？迷ったけど軍が関与しているので戦績にしました。ガバガバな理由だな。駒稽古隊員だよ。じゃあ、今回はこれで終わりにするよ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。